ソマリア沖海賊の対策部隊派遣。ソマリア沖海賊の対処活動。ソマリア沖海賊対処活動は、ソマリア沖アーデン湾で活動する、ソマリア沖の海賊の海賊行為から付近を航行する船舶を護衛する目的で行われる自衛海外派遣である。海上保安官を同乗させた、海上自衛隊の護衛官が、派遣海賊対処行動水上部隊として、 洋上で船舶を護衛し、P-3C 哨戒機が、派遣海賊隊諸行動航空隊として、空から海域を監視する。派遣海賊隊諸行動航空隊は、陸上自衛隊との統合任務部隊であり、陸上自衛隊は P-3C を運用するために、ジブチに設置された基地において、警護と基地管理を担う。また航空自衛隊が物資と自民輸送のため、 ジブチに部隊を派遣している。2007年頃からソマリア沖やアデン湾にて海賊行為が頻発していた。2008年9月25日にウクライナの貨物船ファイナ号が襲撃された。この船には戦車を含む武器が多数積載されており、荷物の行き先がダルフール紛争の続くスーダンであったため、単なる海賊事件ではなく安全保障上の 事態として重大視したアメリカ合衆国 EU、ロシアはこのファイナ号事件を境に対策を強化する。この流れを受けて日本政府も海上自衛隊のソマリア沖への派遣を検討し始め2009年3月13日ソマリア沖アデン湾における海賊行為対処のための海上警備行動を発令した。翌3月14日 海上自衛隊の護衛艦2隻をソマリアに向けて出航させた。2009年6月19日に海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律、海賊対処法が成立したので、新法施行の7月24日以降派遣部隊は護衛活動の根拠法を自衛隊法等に定められた。海上警備業から海賊対処法に切り替えて、 当該海域で警備を行っている。ソマリア沖の海賊に対処する多国籍部隊としては、第151合同任務部隊、CTF-151 が編成されており、2013年12月以降は、自衛隊は、派遣水上部隊の内護衛艦一隻を CTF-151 に編入させ、二千十四年二月以降は、派遣航空隊も c t f 五十一に、 編入させて警備している。また、2015年5月31日には、第7次派遣海賊対象、行動水上部隊指揮官を務めた、海上自衛隊の伊藤博美商法が、CTF-151 司令官に任した。自衛官が訓練でない実際の多国籍部隊の司令官に着任するのは、初となった。アデン湾を航行する船舶に船団を作らせ、 護衛艦がこれを護送するエスコート方式で警備を行う。護衛艦が搭載する懲戒ヘリコプターは周辺空域を警戒し、資金の船舶から救援要請があれば現場に急行する。2013年12月までは2隻の護衛艦が船団の前後について護送するが、2013年12月以降は護衛艦1隻を第151合同任務部隊に参加させ、 より広域の海域で警戒監視を行う、いわゆるゾーンディフェンス方式でも警備を行う。2機の P-3C 哨戒機は固定翼機の特性を生かして広域にわたる警戒監視を実施する。派遣当初は海賊対処法が成立していない段階での海上警備行動を根拠とした警備であったため、護衛対象は日本人の生命と財産に関わる日本船籍の船、 外国船籍のうち日本人の乗組員の存在する船、外国船籍のうち日本の運航管理者が運航している船、外国船籍のうち日本の貨物を輸送している船に限られていた。護衛する船舶の海運事業者や船舶管理会社との日程などの調整は国土交通省の海賊対策連絡調整室が当たる。また、海上警備行動下での武器使用は 警察官職務執行法第7条、海上保安庁法第20条を巡用するため、派遣当初の海上自衛官には、警察官と同じ武器使用基準しか認められず、海賊への被害射撃で違法性阻却自由になり得るのは、正当防衛、緊急避難、重大犯罪、懲役3年以上容疑者の抵抗、逃亡時などに限られており、海賊が船を乗っ取る前、 重大犯罪を犯していない会に、戦隊威嚇射撃をして海賊に危害を加えた場合、海上自衛官らが罪に問われる可能性もあった。このため政府は、派遣部隊が行う海賊船への射撃を、正当防衛と緊急避難時のみに限定して、許可していた。上記のような制限を撤廃するため国会で、海賊対処法の審議が進められ、2009年6月19日に、成立した。 これにより、被害射撃時の違法性阻却自由が命定されたため、派遣部隊は、停戦命令を無視した海賊船が護衛対象船舶へ接近した段階で、船体射撃ができるようになり、護衛対象船舶の船績や乗組員の国籍に関わらず護衛をすることもできるようになった。また、海上自衛官には、司法警察権が与えられていないため、 海賊の逮捕などの司法手続きは同乗する海上保安庁派遣捜査隊の海上保安官が行う。海上自衛隊の特別警備隊員は警告射撃等の海賊船に対する射撃を行う。下記の3つの部隊のほか、航空自衛隊第1輸送航空隊の C-130 が空輸支援としてジブチへの人員や機材の輸送を行っている。 派遣海賊隊諸行動航空隊は、海上自衛隊による部隊で、P-3C 哨戒機2機による、飛行隊と整備補給隊により編成され、ジブチ国際空港を拠点に活動する。派遣海賊隊諸行動支援隊は、海上自衛隊と陸上自衛隊の統合部隊であり、ジブチ国際空港を拠点に活動する。海上自衛隊から約30名、 陸上自衛隊からは、軽装甲機動車などを装備する約80名が、参加し、基地業務と警護を担当している。2014年7月、派遣実施計画の見直しにより、派遣海賊対処行動航空隊、ダペの業務隊、経営隊及び警務隊が分離し、派遣海賊対処行動支援隊、ジャップが新編された。派遣海賊対処行動水上部隊は、 海上自衛隊による部隊で、護衛艦2隻及びその搭載ヘリコプターにより、編成される。派遣部隊には、特別警備隊から発出された人員も含まれるが、隊としては編成していない。また、ラスプとは別に、海上保安庁の保安官8名による、ソマリア周辺海域派遣捜査隊が、護衛艦に同乗している。派遣される、護衛艦には装備の追加がなされ上記のほか。 召喚ヘリコプターには74式車載 7.62mm 機関銃1丁が追加装備されている。水上部隊はアデン湾周辺国のジブチ港、ジブチ、アデン港、イエメン、サラーラ港、オマーンを活動拠点とする。当初、航空隊はジブチ国際空港に隣接するアメリカ軍を拠点にしており、召喚機は空港内に駐機していた。 しかし、中期場まで移動に時間がかかり、夏には気温が50度を超える炎天下で整備を行ったため、ジブチ政府から空港内の12ヘクタールを借りて、整備用格納庫、宿舎、中期場などを整備することになった。2011年6月1日には、自衛隊初の高級的な海外施設となる基地が開設された。以下の殉職者が発生している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。